いや、どうも TKO 木下です。さあ来ましたよ、この日が。待ちに待ったこの日が来ました。一番会いたい人、今僕が一番、いや僕じゃないな、みんなが一番会いたい人、違います？いろいろ今日で決まりますというわけで紹介しましょう。占い師のゲッターズ飯田さんです。よろしくお願いします。占い師のゲッターズです。よろしくお願いします。いやー、久しぶりで、お久しぶりです。すいません、ちょっといろいろといや、これね、僕実はね、ラブコール何回か出してるんですね。っていうのも、僕まあこうなったでしょ、松竹辞めてとか、ほんとパニックなって、どうしたらええって言った時に、人間不思議やな、頼るんやしかも僕いろんな占い師の番組とかで会ってますよ、はいはい、でもやっぱり僕一番最初に連絡したのはゲッターズさん、うん、でもその時に今のタイミングちょっとできないんですと、はい、YouTube もやってるわけじゃないの で、 そうです、コラボとかもやってないんですよって言われたら、もうグロでもできないまあしょうがないなと思ったら、ゲッターズさんから、どうですかコラボできますよ、これをまず聞きたいんですよ。なんで言うてくれたの。しかもね、あの、まあ、これ後で宣伝するけど、本なんですよ。でも僕のチャンネルなんか宣伝せんでも十分売れてんのよ、うん、もっと言うたら他のチャンネルで宣伝したら売れるわけやし、でもなぜか僕にこうやって声かけてくれたのも、これ何かの導きなんかなとか思って、聞きたなるやん。ちょっとこう引き寄せられたんだな。どうしてまたいや、ちょっとその連絡もあって、ちょうどまあこの本書いてて、はいはいはい、その兄さんなのにちょっと申し訳ないなと、はいはいはい、まあ、もともと占ってもあるんですけど、はい、ちょっとこの時期からちょっと言っといた方がいいかなと思いまして、俺、待って怖い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 怖くないです。俺ね、もうさっき言います、俺ゲッターズさんなんで信用したか、番組でね、忘れもしません、うん、井戸田君いました、劇団一人、真鍋かおりいました、はい、僕です。4人で占ってもらった時に、みんなね、離婚するとかね、いわゆる仕事がどうの言うてるのに、僕だけね、おちんちんの根元にほくろありますよねって言われたんですよほら、なんですのその占い言うて、スタジオの端っこみんなで行って見たのよ、うん、あったんやしかも左側って言われて、左の根元にほくろがあったんや。真鍋かおりも見てたんや。いや、はい、あれましたね。あったでしょ。そうそうそう、それからもう信者やねでも良かったです。ちょうどうちの事務所的には YouTuber NG なので、今回声かけてくれた何か引き付けあったのかなとか思いながら、ちょっといろいろと、はい、僕本当に聞きたいことたくさんあるんで、やってもらう前にですね、はい、まずどういった方法で占ってるのか教えてほしいんですけど、はい、僕はあの、はい、まあ、今まで約6万人ぐらい、まあ、6万数千人、はい、無償で見てまして。無償でお金取ってないんですよ。占いでお金取ってないんですか。お金取ってないところ、今若手の子たちと占ったら、もうその本をあげてご飯をおごって帰るんで、占ってたら僕マイナスですずっと出してる方や。出しても出して占ってますから。もともと芸人さんなんですよね。そうそう、これ夢の話で、もう15年ぐらい辞めてますからね。でも話来るでしょ、見てよ、お金出すから。来ます、何百万も払う、いくらでも払うんで来てって。いや、金いらないから、いらないですって断る。取らないですか。取らないです。怖え。でもデータが6万何千人の取れて。そうですね、それってこれですか。そうですね、これがもう20すごいな、これ20年は使ってますけど、これ中にまあデータと、まあ、あと何冊か、こっちもそうですけど、こういろんなノートも、これ見たらもう数字しか書いてない。あ、お前数字だけ。じゃあ早速ですが、はい、生年月日と名前どうぞ。テレビってテレビ用にやりますもんね。そういうことです。そうですよね、はい、編集もされるし、そう、リアクションいいやつをこっちもコメント用意するし。あ、やっぱそう言っちゃったいや、まあ、そういうことじゃない。取れたか取りに行かなきゃ。いや、もちろん視聴率あるしね。そう、でもいろいろと運気っていうのは流れがあるので、変えられるところはお伝えするので。そうか、変えれるんだ。いや、だって結局自分見られへんって占い師の方言いますけど、ゲッターさん見れるんですもんね。そう、自分が一番当たります。自分のためにもともとやってるので。だからもう大成功してるもん。歯医者の先生が虫歯やったら嫌やろそうですよね。でもその説得力はあるよ。そうですね、ちゃんと、ちゃんとやって結果は一応出してますから。いや、確かに。ではうわ、木下さん出ましたので、両手を吸います。本当でも YouTube でやるのもったいないぐらいですよね。え、あ、わかりました。
では基本的な性格から、はい、今日根が非常に真面目なので、はい、地道にコツコツしたことが好きなところと、うん、土台がちょっとかなり理屈っぽいので、うん、すぐなんでなんでっていうところと、うん、これが何かってことを非常に考える、タイプですね。意地っ張りなところがあるので、うん、気は優しいけどなんか急に負けを認められないというところが癖なところと、うんうん、頭脳は非常に長けているので実はこうなんじゃないかってことを探ろうするところが昔から癖な、タイプです、ね、優しいんですけど、うん、プライドの高さが異常に邪魔するので冷たいと思われやすいんですが突っ込まれると弱いから突っ込み体制に入ってるだけでもともとは本人の中で防御力はあんまりないのを多分知ってるので先にやられる前に言っとけばガードとしても突っ込んでるというかわーわー言ってるタイプなところを勘違いされて冷たいとか怖いと思われやすいところが昔から癖なタイプですね。仲間意識と、優しさは持ってますけど基本的に他人にほぼ興味ないので踏み込まれたくないのと正直めったに心開かないので尊敬できる人に関しては絶大な言うこと聞くんですけど、うん、尊敬しない人の話はほぼ聞かないっていうのは木下さん、基本テンションが16で止まってるんでどういうことですか16? 高校1年生のテンションのままでいく僕高校をね16でやめてるんですよ。あ、じゃあそっから何も変わってないですよ。そっからそのままですもんね。頭脳は8歳で止まってますけど小学校2年生ぐらいでほぼ変わってないです。小2の頭脳とテンション16のまま突っ走ってる感じ。クソガキや体だけでかなって体調が胃腸が弱いのとお酒要注意なのでうわで関節膝が左側が悪いので左腰膝が悪い今気管左がこっち側も悪いので左側だけえ俺全部左なんですよ。あ、まあ、左もともと全て左、はい、痛風も左やし顔面麻痺も左やし腰も左やし顔面麻痺とかでしたらもともとメンタル弱いので音楽を必ず聴いてください。音を聞かないと心ぶれてしまうので音と匂いフェチなので好きな匂い必ず嗅いでください。間違いない匂い大好き僕めっちゃくちゃ敏感香水が80くらいあるな、家にな超匂いフェチです僕。あ、まあそのままなんですね。運気の流れも今ご説明しますが、はい、ここからめちゃくちゃ大事でしてちょっと水飲んでいいですかでこれ全然僕じゃなくて木下さん一個あるのはモノマネで大ブレイクします。これからこの年末に一個なんかとんでもないモノマネ一個見つけますボケじゃなくて本当出てるからそのまま言いますけど12月か1月に何かとんでもない1個を発明しますモノマネを誰かなのか何人かなのかどういうのは知りません僕はそこまでこれ顔マネですか声マネですか声だと思います声俺ね鶴瓶師匠千徳親指顔のほぼ喋ってますほぼ喋ってない顔マネみたいなのはあるんですけど声マネっていうのが今までなくてですね年末あと2ヶ月3ヶ月で僕はとんでもないもん生み出すんですか、はい、これやっていうめちゃくちゃ大事な星持ってまして言葉って星持ってまして言った言葉が現実化します。これで売れていくと売れます。マイナスの発言するとマイナスに引っ張られるんで何でもプラスの言葉自分で発することも、前向きな言葉を発したらその通りになってきます。で過去成功してるのは自分で言ってると思います。俺これで売れるこれいけるっていう時言ってますよね。そうです。だったら言葉をめちゃくちゃ大事にしてください。東京で初めて住んで、はあ、仕事が全くゼロの時に、はあ、売れたいから売れるに変えたんですよ。ああ、はあ、売れるっていうのをなぜか、ね、言い始めて夜中に叫ぶ迷惑なおっさんやったんですけどマネージャーがね2月ぐらいです忘れもしない、はあ、スケジュール帳当時紙やったんで、はあ、ペラペラペラってめくったら12月27日に滑らない話って書いてるんですよ、はあ、ちょっと待てと今2月で3月めくって4月めくって5月めくって仕事真っさらやのに何が滑らない話やねんバカにすんなよネタか言ってやってたんですよ。ほんなら違いますとここに書いたことによって言霊としてここに行くように絶対にしますから私にもプレッシャーもあるし木下さんもこれを頭に念頭に入れててくださいって言われて3月あっても仕事がね1個2個増えてくる。で4月になったら3つ4つ増えてくる、はいはいはい、5月になったら6個7個増えてくる。12月27日の滑らない話の収録決まったんですよ。すごい。これが何にもない真っさらの状態の時になぜか根拠なく書いた仕事が入った。僕もそのために絶対売れるとか絶対そこ行くっていうのを言い聞かしたんです。お互いマネージャーとか、はいまあ、でもその力をもともと持ってるんで木下さんの中でどうしていきたいかを明確にして言葉に出せばその通りになります。占い上ですよ、88から大ブレイクする星持ってます88かな88歳から107歳まですごい芸能
まだまだいろいろ聞きたいことあるんですけど、切りないですから、コロナをね、的中させたんですよ。僕ポジティブな方なんですけど、珍しくネガティブな計算、2月3月に流行ったものがもっと大きく流行りますって出てるんですよ。これとんでもないことになるぞっていう予測はやめといた方がいいのにと思う。価値観が本当変わってくるので、make sure it sound right, boy.